皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日も元気にマリオメーカーやっていくるということで、最初のコース、ゆっくりでよく実況させていただいた浅川さんのコースですね。パックン城、私のパックン城でスピンをパクったんでしょうか。そんなことはないんでしょうか。クリア率約 4%、 5% に近いですね。早速やっていきたいと思います。あ、これはダメなやつだこれどうすんの。ちょっと待って、いきなり難しくないこれ。ほほほ、あ、いけた。結構いけるもん。キノコ、これキノコあっても難しいよ。ここだ。あ、いけるいける、意外といける。ほ、ここはもうゆっくりビビリプレイでいきましょう。土管に入れるかどうかだけは確認しながら。これ大きいままじゃなきゃダメなんてことあんのかな。オッケー。スタート地点がめちゃくちゃ難しいんで、これは中間入れ直した時にキノコが取れるようなものですかね。ちょっととりあえず関係ないかな。スタート地点の難しさが異常ですよ今の。ほっ、ゲイ。ここまでうまく来られてるんじゃないでしょうか。と、自画自賛。なんか似たようなキミック、私、パックン城でスピンで使ったような気がしますよ。気のせいかな。あいやー。これでもう、全部倒しちゃダメ？さすがにずるい。もう倒せる。あ、くそずるしていきたかったのに。ガリアマリオいきなり取られた。こうだ。よーし。こいつはファイヤーマリオ状態でここまで来れないと倒せません。二つ目の中間ですね。羽のついたブラックパックンが出てきてるけど、これはでも。あ、なるほど。あ、そうか。これ、難しいぞ。どうするのこれ。あー、しかも今度はファイヤーじゃない。そりゃそうだ。ここまではいいとして、こっから先がよくわからない。下のパックンがここでゴリゴリ、ここで待機か。こうだ。よーし。P スイッチは踏むべき、というか踏むしかないと思う。で、P スイッチの効果を切らさないようにいけということですよね。効果。よーし。1アップ。さっきのファイヤーじゃないといけないところも1アップだったのかな。なんか、クッパさんが。これ最後も、できれば、パックンで来てほしかった。OK、クリアしました。ブラックパックンの羽のついたのが土管からいっぱい出てきてるところと、あとスタート地点がやたら難しかったですね。スタートを1回でクリアできたのはちょっとラッキーだったかもしれません。浅川さん、パックン城クリアしました。ありがとうございます。お待たせしました。今度は、ナオさんのコースを遊んでいきます。ナオさんはゆっくりで、マリオメーカーやスプラトゥーンなんかの実況をされていらっしゃる方です。この間、登録者が、1万人だったか、超えたということで、記念動画を出していらっしゃいました。自作のゆっくりが、ものすごく可愛いので皆さんもよかったらぜひ一度見に行ってみてください。これ上行ける？これはちょっと上に行くのは無理？ランプのところにキノコとかが隠してあるっていうわけではなさそうですね。
とりあえずこっちの扉入ってみましょうか。右側に繋がるのかな？全然違った。これで P スイッチとバネを取れますよね。よいしょ、これで？あー、なるほど。これで、OK。テレサがこっちに来ないように塞いで、で、これは、バネでいけるかな？よーし、お邪魔しまーす。これさっきのところか。中間化キノコ、ちょっと欲しいなー。バネ。バネ持って、ドア入っていきますけれど、あ、なるほどね。これで上のハテナを叩ける。バネ回収。スター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 、あ、そうか。わかった。あー、バネ。あのバネ使うんじゃないの？やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。スターも無駄に使ってる。オッケー。こうだ。わー、助かったー。4択ですか？じゃあ右から2番目。当たりなのか外れなのか、ちょっとわからないですけれど。どれでもよかった？もしかして。これはとりあえず右に行くしかないですよね。わからないですもんね。よいしょ。ここなんか難しくなってるから怪しいと思ったけど入れなかったかな。難しい難しい。これ、大丈夫かな？一マスの隙間。オッケー。あ、ダメか。ここまで下じゃないとダメとか、あ、ここ入れた。よかった、ゴールだ。あー、よかった。今のところ右側の土管に行かなきゃいけないのかと思って焦りましたよ。あそこ行けって言うんだったら、相当難しいですね。迷いのお化け屋敷、ナオさんのコース、クリアしました。葵さんに褒めてもらえると嬉しいですね。お待たせいたしました。また朝川さんのコースに戻ってきました。ドラゴンクエスト序曲上半自動キープアップ、このコース私もクリアしてるんですけど、あの半自動コースっていうこともありますし、ちょっと皆様にご覧いただきたいということでまたやっていきます。音楽系のコースなので、まあ始まったらちょっと静かにしています。ちょっと最初のこの間だけよくわからないんですけれど、ここからもう静かにしてます。というわけで朝川さんの音楽系のコース、ドラクエのコースクリアしました。最後のクッパは大魔王扱いなんですかね。よくわかりませんが、ドラゴンクエスト序曲クリアさせていただきました。今日はこの辺で終わります。また次回もよろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるくる。